ジョン・ロバート・ボルトンは、アメリカ合衆国の政治家、外交官。アメリカ合衆国国際連合大使、国家安全保障問題担当大統領補佐官など、を歴任した。メリーランド州ボルチモア生まれ。1964年、アメリカ合衆国大統領選挙では、当時高校生ながら、共和党候補、バリー・ゴールドウォーターの選挙運動に参加した。 1970年にイエール大学を最優等で卒業1974年度大学イエールロースクール終了ロースクールでは後の最高裁判事のクラレンス・トーマスと同じクラスでありまたウィル・クリントンヒラリー・クリントンも同時期に在学していたワシントンの法律事務所勤務保守派の応募所的存在ジェシー・ヘルムズ上院議員の補佐官を経て 1981年のレーガン政権の8年間、国際開発庁及び司法省に勤務し、エドウィン・ミース司法長官と行動を共にした。1989年から1993年まで、ジョージ・ハーバート・ウォーカー・ブッシュ政権で国務次官補を務め、ジェームズ・ベイカー国務長官の地遇を得た。担当は、対国際連合。クリントン政権期は保守系。 シンクタンクのアメリカンエンタープライズ公共政策研究所副所長に就任し、高派の立場からクリントン政権の外交政策に対して一貫して批判を続けた。1997年に設立された新保守主義的な外交政策を主張するアメリカ新世紀プロジェクトにも参加した。2001年、ジョージ・ワオカー・ブッシュ政権によって国務次官に任命され、 北朝鮮との6者会合やイランの核、開発問題などを担当したが、強硬なスタイルは多くの敵を作った。イランの外務省はボルトンを無作法で被害公的と非難した。また、北朝鮮をめぐっては、時の総書記金小日を圧政的な独裁者と呼び、北朝鮮で生きることは地獄の悪夢などと発言したことから、北朝鮮はボルトンを 人間のクズと激しく批判した。ボルトンの発言は被害公的だとして、議会などから問題視された。また、海戦への慎重論が少なくなかった、国務省内の対イラク海戦推進派として、イラク戦争への流れを作り、ブッシュ政権を去った後もイラク戦争の正当性を主張している。イラク戦争の推進やナックへの参加などから、 ネオコンの代表的な人物とみなされることが多いが、ボルトン自身は、高校時代から、喫水の保守派であるため、左翼からの転校者を意味する、ネオコンと呼ばれることを嫌っている。2005年、中国際連合アメリカ大使に押された。ここでは、ヘンリー・キッシンジャー、ジェームズ・ベーカー、ローレンス・イーグル・バーガー、ジョージ・シュルツ、アレクサンダー・ヘイグの5人もの共和党政権における、 国務長官経験者が議会にボルトンを推薦する書簡を送るなど極めて異例の推薦を受けたが民主党がフィリバスターで対抗するなど強い反発を浴びた。ブッシュは反対を押し切って8月に任命を強行。上院が承認しなかったため2006年12月4日に辞任を表明し年内に任期満了で退任した。在任中は 北朝鮮とイランの圧政を国務次官時代と同様一貫して激しく批判しており、両国に対する強硬路線を主導した。自身と米国政府が推薦した大韓民国出身の反気分が国連事務総長に当選した際は歓迎している。しかし、ブルージームと呼ばれる親大派でもあるため、反気分が中華民国の加盟を拒否した際はこれを批判した。 2006年7月5日に北朝鮮が行った鉄砲ドン2号発射及び同年10月9日に強行された核実験の後は安倍晋三や外務大臣の麻生太郎と共に北朝鮮への制裁路線を推進。10月15日には対北制裁決議の採択を実現する。バンコデルタアジアの北の不正資金凍結も断行した。ブッシュ政権が2期目に推し進めた。 対北融和路線も激しく批判。拉致被害者家族からの信頼も厚く、2007年11月に北朝鮮による拉致被害者家族連絡会、北朝鮮に拉致された日本人を救出するための全国協議会が訪米した際、最初に面会した要人である。また、北朝鮮の脅威に対抗するために日本と韓国が核武装を検討することも主張していた。 かねてから2016年、アメリカ合衆国大統領選挙に出馬したドナルド・トランプは、ボルトンの外交手腕を買って、国務長官候補として検討しており、政権移行チームでも名前が挙がっていた。2017年にウォール・ストリート・ジャーナル誌で、在中米軍の台湾への一部移転を主張し、2018年には、ニューヨーク・タイムズ誌でイランへの爆撃や、ウォール・ストリート・ジャーナル誌で、 北朝鮮への先制攻撃も主張していた。2018年3月にトランプ大統領は自身のツイッターにおいてハーバート・マクマスター国家安全保障問題担当大統領補佐官を解任し公認にボルトンを当てると表明した。2018年4月13日に起きたアメリカ・イギリス・フランスによるシリアのバッシャール・アサド政権への軍事攻撃では 国家安保担当補佐官に着任したばかりのボルトンがイランと北朝鮮への威嚇を狙って後押ししたとされる。同年5月にはその高はぶりで北朝鮮から名指しで批判された。同年9月にはイランへの攻撃計画準備も国防総省に指示したと報じられた。2019年2月に 第二回米朝首脳会談が決裂した際は、ボルトンの介入によるものとする批判が、韓国政府関係者から起き、同年4月20日には、北朝鮮の蔡吉姫外務次官は、ボルトンを、間抜けと批判した。また、同年5月27日、北朝鮮の外務省報道官は、短距離弾道ミサイルの発射実験を、国連制裁決議違反として批判したボルトンに、対して、 結果人間、一国も、早く消えるべきだとの論評を行っている。2019年4月、マイアミで行われたピックスワン事件関係者の集会で、今日、我々は、万人の前で誇りを持って、問答主義は健在であると宣言すると演説した。また、西半球から、社会主義は朽ちせねばならないとして、キューバのミゲルディアスカネル、ベネズエラのニコラス・マドゥロ、 ニカラグアのダニエル・オルテガを3人の愚かな社会主義者と呼び、この3カ国に対する経済制裁を17日に発表した。2019年5月、ワシントン DC で1979年の米大弾今後初の安全保障担当交換接触だった台湾国家安全会議秘書長の李大忠氏との会談を行った。2019年6月20日、 イスラム革命防衛隊による米軍無人偵察機の撃墜を受けてトランプ大統領による対イラン軍事行動決定を後押しするも攻撃10分前になって撤回されることとなったイランのモハンマド・ジャバード・ザリーフ外相からは同様にイランに敵対的なイスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相やサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子と共に B チームとたびたび呼ばれている 2019年7月22日、法日。河野太郎外相や岩谷武士防衛省らとホルムズ海峡を航行する民間船舶の安全確保を図るための有志連合や日米同盟の役割、日韓関係などについて会談を行った。続いて23日には、韓国入りし、河野共和外相、帝吉雄国家安保室長、帝京都国防省らとホルムズ海峡や、 朝鮮半島問題、米韓防衛費分担金特別協定改定などについて会談を行った。また、野党である自由韓国党の羅協演も会談を行ったことを明かしている。2019年9月10日、国家安全保障問題担当大統領補佐官を解任された。これについて大統領は自分が辞任を進言したと主張しているが、ボルトンは 自分の意思で辞任を届け出たとしており、対立が見られる。トランプ大統領は北朝鮮、イラン、ベネズエラなどをめぐって意見の対立があったと明かした。同月19日、トランプ大統領は後任にロバート・オブライエンを指名した。2019年7月、トランプ大統領がウクライナへの軍事援助と引き換えに、同国に性的の調査を持ちかけたとする出来事があり、 同年中にトランプ大統領を弾劾裁判にかける事態へと発展した。2020年1月6日、ボルトンは議会上院から召喚状が出されれば弾劾裁判で証言を応じることを表明したが、ボルトンなどの承認承知を求める動議は共和党の反対多数で否決されたため実現せず、そのままトランプ大統領には無罪評決が下った。 2019年から2020年にかけてザルームウェア・イット・ハプンドと題した解雇録を執筆していたがホワイトハウス側が事前に機密情報の有無をチェック、記載内容を理由に出版を却下した一方で解雇録の出版準備は進み同年6月23日に出版が決定したため6月16日にはアメリカ司法省がワシントン連邦地方裁判所に 番差し止めを申し立てた。マイク・ポンペオ長官は、内容を読んでいないとしつつも報道を見る限り、数多くの嘘を拡散していると指摘、裏切り者との言葉を使いながら厳しい批判を行った。ボルトンは回顧録の中で、トランプ大統領が2019年 G20 大阪サミットの際に当時米中貿易戦争で、関税合戦となっていた中華人民共和国の、 習近平国家主席に対して、大豆や小麦を購入して2020年、アメリカ合衆国大統領選挙での自らの再選を支援するよう要請して、ウイグル族の強制収容にも賛同したと主張した。また、日本に対しては、在日米軍の撤退をちらつかせながら、年80億ドルの思いやり予算支出を求めたほか、韓国の文在寅大統領の北朝鮮政策を、 統合失調症患者のような考えと批判していたことも出版前にリークされている。2020年6月20日、ワシントン連邦地裁は政府のチェックを得ていないプロセスであり、国家に損害を与える可能性があるとしながらも、本の内容はすでにリークや報道されている、内容であり出版差し止めした場合でも与える影響がないと出版さとめを棄却した。 首都に隣接するメリーランド州ベセスダに居住する、妻と娘がいる、プロテスタントのルター派信者、ありがとうございます。